57歳ということですね。さあ、さらにこんな名前も官房副長官に。さあ、それではその理由です。菅さんは、なんですかね、自分が喋るときよりも主役に徹するような、そんなような方なんだそうですね。ですから、逆に発信力の定義もある、こう主役にするじゃない。そしてね、副長官以外の議論をすることで、国民からの支持を狙う、まあ、自分にないものを補っていくという。